カルロマン2世、またはカールマン2世は西フランク王国の国王、ルイ2世と最初のヒアンスガルドの息子、イボテイにシャルル3世がいる。879年、父である王ルイ2世の死去を受け、兄ルイ3世と共に即位した。何人かの貴族は単独の王を選ぶべきだと主張したが、結局ルイ3世とカルロマン2世が共に王に選出された。 その正当性に疑問も投げかけられたものの二人の即位は承認され、彼らは880年3月にアミアンで父の医療を分割した。カルロマン二世はブルゴーニュとアキテーヌを相続した。しかし、プロヴァンス公母祖は二人に対する忠誠を拒否し、プロヴァンス王に選ばれた。880年の夏、ルイ三世とカルロマン二世は母祖に対して兵を動かし、 ボソの領地の北部とマコンを奪った。さらに二人は8月から11月にかけて東フランク・オーカール3世と共にビエンヌを包囲したが失敗した。882年の夏、オータン・ハクリ・リシャールによる包囲の後ビエンヌを奪った。同じく882年8月に兄のルイ3世が死去したためカルロマン2世は単独の王となった。しかし、 王国は、ノルマン人の侵入などにより悲惨な状態だった。また、封建制の領主に対する嫌悪から彼の権力は極めて限定されたものだった。カルロマン2世は884年12月12日に、狩猟中の事故が原因で死去した。王位は、東フランク王であったカール3世が、シャルル3世として継承した。ありがとうございます。